ミハイル・イバーノビチ・グリンカは国外で広い名声を勝ち得た最初のロシア人作曲家、近代ロシア音楽の父と呼ばれる。グリンカは貴族で富裕な地主の家庭に第二子として生まれ、子供時代から音楽に興味を持っていた。少年の頃に体験した祖国戦争とノードオーケストラが演奏する民謡の編曲が成長してからの彼の音楽に影響を与えたと言われる。 イギリスでピアノ販売を成功させたイタリア人作曲家クレメンテに伴われてサンクトペテルブルクを訪れたジョン・フィールドはロシアの貴族たちにピアノを売り込んだと同時にピアノの演奏技術をロシアに普及させた。クリンカもフィールドよりピアノを習っている。経済的に恵まれていた彼は若いうちからピアノのほか、バイオリン、声楽、指揮。 そして作曲を熱心に学習することができたが、音楽教育はごくわずかしか受けておらず、同胞の作曲家よりは、むしろプルシキンら当時の詩人や画家などと交友を結んだ。グリンカは1824年からサンクトペテルブルクの運輸局に勤務したが、1828年に辞職し、その後3年間にわたってイタリアに滞在した。イタリアでは、 ドニゼッティやベッリーニの影響を受けた。ついで、ドイツに留学し、ベルリンで、ジークフリートデーンについて、作曲を勉強した。1834年に、父が没したため、ロシアに帰国した。外国を回るうちに、徐々に彼のロシア人としてのアイデンティティが芽生え、ロシア的な作品を書きたいという願いが起きてくるようになった。この間、 ロシアの民族音楽に興味を示した者はほとんどいなかった。その代わりに貴族階層はドイツやフランス、イタリアなどから、例えばベッリーニやドニゼッティなどの作品を輸入していた。全くロシア的なオペラを最初に作曲すべく取り掛かったのがグリーン化なのである。1836年に作曲された皇帝に捧げた命は、 EF ローゼン男爵の異色作品で大成功をもって称賛された。これは幅広く受容された最初のロシア語オペラである。部分部分はロシア民謡に基づいているのだが、主部は伝統的なイタリア様式で構成されている。ちなみに、この作品はソビエト時代には政治的な理由から主人公の農民の名前をとってイワンスサーニンとして知られていた。 オペラの第二作、ルスラントリュドミラは1842年に作曲されたが、ほとんどは上演のまずさのせいで、今度は好意的に受容されなかった。この作品は民謡の自由な活用や不協和音や半音階、それに全音音階の独創的な活用が特徴的である。それにもかかわらず、この第二のオペラは国民学派的な作曲様式が確固としており、 これは次世代のロシア人作曲家によって追随されることとなった。グリンカは1844年から再び西ヨーロッパ各地の演奏旅行に出た。フランスに9ヶ月滞在し、エクトル・ベルリオーズと交友した。ついで1845年の夏にはスペインへ行き、バリアドリットの村でスペイン民謡を収集し、マドリードでホタ・アラゴネーサの主題による華麗な気奏曲を、 作曲した。この作品で民族的素材の扱いに自信を得たグリンカは、ついでワルシャワで、ロシア民謡に基づくカマリンスカヤを作曲した。この曲は、ロシアの民族的素材を使った最初の還元楽曲として知られる。1852から1854年には再び、西ヨーロッパ、主にパリに滞在したが、 クリミア戦争の勃発に伴って帰国した。1857年に大砲の研究のために滞在していたベルリンに隠しする。遺体はペテルブルクに運ばれてアレクサンドルネフスキー大修道院に埋葬された。グリンカは青年時代にイタリア、晩年にドイツに留学して作曲理論を学んでおり、この間にはオペラよりも気楽曲の創作を追求した。 イタリア時代は、ハイドンやモーツァルトの器楽曲やロッシーニの序曲の様式で、数々の室内楽曲を作曲しており、ドイツ時代は、公共詩などの還元楽曲が中心となっている。中でもイタリア時代に書かれた、クラリネット三重奏曲、ヒソトリオに単調は、イタリア風のカンタービレとスラブの憂鬱が結びついた、流霊かつ軽快な表現によって、再評価を受けるに至っている。 初めて真のロシア的音楽を作ったと言われるグリンカの作品はロシアのその後の作曲界に重要な影響を与えておりとりわけ有名なのがロシア5人組であるこのグループはグリンカの指導力を受け入れてはっきりとロシア的な特質のあるクラシック音楽を創造したグリンカの2つの作品歌劇皇帝に捧げた命は17世紀初頭のロシアが舞台 そして、ルスランとリュドミラは、ロシア最大の詩人はアレクサンドル・プルシキン原作の台本であり、これらの序曲がしばしば演奏会でも演奏されて有名である。特に後者は明るく楽しい曲奏で親しみやすく、いわゆるホームミュージック、アンコールピースとしては、定番とも言える地位を占め続けている。管弦楽曲は、あまり有名ではないが、それでも幻想曲、カマリンスカヤや、 ホタ・アラゴネーサなどの作品がある。また、数カ国語をマスターしていたほどの大変な旅行家であった彼は、ロシアの民族音楽だけでなく、旅先で触れた各国の民族音楽を吸収したり、自作に取り入れたりしている。もっとも、彼が旅行ばかりで、あまり、ロシアに滞在しなかった理由は、 国外での彼の音楽に対する高い評価に比べて、当時のロシア国内では特に貴族などの保守的な層から良い評価を得られなかった生徒も言われる。反面、彼ら以外の主に若い層の音楽家たちからは尊敬を勝ち得ていた。ありがとうございます。